で、ブラマン・ド・ポーというギャラリーについてなんですけど、ブラマン・ド・ポーはティモシー・ブラムさんとジェフリー・ポーさんによって1994年半ばに LA で立ち上げ、オープンしています。で、この実はですね、このパレルモンという展覧会はギャラリー設立25周年の節目の展示にもなっているんですけど、ギャラリーをオープンする以前にティム・ブラムさんは1989年から94年、若きディーラーとして日本に住んでいます。で、この頃に村上隆さんや奈良美智さんに会って、ハイノ・ケイジさんのノイズショーを実際に体験したり、そのモノハや具体といった、さっき言った日本の戦後の前衛芸術のことも知る、そこで知る。で、94年にサンタモニカにギャラリーをオープンして、95年に奈良美智さん、そして97年に村上隆さんの西海岸デビューを助力するというか、に貢献するということになっています。で、他にはですね、カリフォルニア生まれのロサンゼルスを拠点に活動するマーク・グロッチャンや、五木田智夫さんとかもいるんですけど、とりあえずですね、当時のことをちょっと調べたところ、ジェフリー・ポーさんはあんまり喋ってるソースが少なくて、ティム・ブラムさんがメディアによく出ている印象です。で、ロサンゼルスっていうのは水平地形の映画が主要な産業、カルチャーの都市なんですよね。なので、ギャラリーを開くって言った時に、バカなんじゃないかみたいな対応をされていたみたいです。で、出だしはですね、全く順風じゃなく、別にその金持ちの道楽でやってみようっていうお気楽な感じではなくて、やっぱりもう一発、二発、三発と当ててやろうっていう野心を胸にたぎらせながら、月1500ドルくらいの生活を何年も我慢しながら余儀なくしてやっていたと。で、余談ですけど、これ調べてたら、やっぱり1994年っていうのはネットがないですから、まだ。で、あの時あったら、もうちょっとコンタクトも含めて、ネットワークがうまく作れて、楽だったんじゃないかっていうふうなことは、言ってました。で、その時のですね、その当ててやろうっていう、この球が、奈良美智さんだったり、村上隆さんっていう、日本にいる時に知り合った若きアーティストだったわけです。で、それはですね、ここに、あるんですけれど、ちょっと待って、そういうことですね。奈良美智さんや村上隆さんだったわけです。これはですね、本当にブラマンド・ポーという野心的な若きアートディーラーにとっても良かったけれど、やっぱり日本のこの2人を中心にした、その日本のネオポップと呼ばれるアーティストたちにとっても、アメリカの西海岸を切り口に国際アートのマーケットに紹介していくっていう道筋を切り開いてくれたということで、すごくこの通路なしにはグローバルマーケットにアクセスできなかったっていうところもあって、すごく双方向的に良かったっていうことですよね。ウィンウィンだったっていうことです。で、このですね、ロサンゼルスのモカから皮切りに始まったこの村上さんの2007年から2009年のこの分厚い村上コピーライトのアットマークのやつがあるんですけど、この展覧会に関しても美香義武さんがプロジェクトコーディネーターとして関わっています。今回これがメインじゃないので話さないですけど、学術的なこのエッセイも書いてます。その美香義武さんという方、インディペンデントキュレーターなんですけど、UCLA でポリティカルサイエンスとアートヒストリーのダブルメジャーっていうか、2つ専攻をしていた時にの大学の卒論に柳幸則さんについて書かれて、で、博士論文のリサーチ対象がモノ派だったっていうバックグラウンドをお持ちの方なんですよ。で、そのハッシュホーン美術館彫刻庭園のアシスタントキュレーターを経て、現在ロサンゼルスのカウンティ美術館の、キュレーターとして働いていらっしゃるんですけれど、学術、そのスカラリーっていうか、美術館という制度的なインスティテューションに固執するわけではなくて、こうやってギャラリーとの、連携もできるっていう素晴らしい人材ですね。で、他の活動としてはですね、先ほど言ったモノハのリー・ユーファンさんのマーキング・インフィニティを、ソロモン・グーゲンハイム
美術館での2011年の展示もキュレートし、2017年か19年の弥生草間さんのインフィニティミラーという展示も企画されています。そういうところを学術的な見地に基づいて海外に紹介するっていうのでものすごくキーパーソンになっています。次にキュレーションに関してなんですけれど、パレルゴンは5つのテーマ分けがされています。でアブジェクトポリティクス、超越するメディア、パフォーマティビティ、サタイア、シミュレーションというものなんですけど、これらがですね多分水平同時代 の、 横軸テーマ分けっていうことで、もう一つが先ほど言ったその60年代から70年代初頭のモノ派、そして90年代のネオポップのこのギャップを埋めていくっていうこの時代の縦軸、テーマ分けの横軸と時代の縦軸で編んでいく、それで文脈化するっていうのがイメージなんだろうと思います。で、じゃあモノ派とネオポップのその溝をどうブリッジングしているのか、どう橋渡ししているのかというのを3つ例を挙げて説明すると、参加作家の中村和美さんっていうこういう絵を描く人なんですけれど、この方はですね、芸大でモノ派の、江ノ倉浩二さんの弟子、生徒であり、さらには村上隆さんの先生であるっていうことですよね。で、そういう人を展示に参加で入れている。あとは、柳幸則さんのこのグランドディスポジションっていう、これ、ですね、これが1986年 の、 当時のものなんですけれど、これはでこれがその2019年に作られたものなんですけれど、グランドディスポトランスポジションというものなんですけど、これはモノ派 の、 関根信夫さんの1968年の位相大地に政治性を付与した作品として語られています。で、さらにはですね、ネオポップの機種であり、この 2000年代にこのスーパーフラットを発表する前のこの村上隆さんの活動としてスモールビリッジセンターを取り上げているっていうところです。こうやって多角的に時代をリンクさせるっていうキュレートがなされています。で、80年代っていう時代背景はそのこのカタログにのやつはね、80年代は新しい現実に移行直面した時代だっていうふうに書かれているんですけど、一言で言うと、パラダイムシフトが起きていると。エイズやジェンダーっていうそのアイデンティティポリティクスの問題が没効してき台頭してきてるっていう他に、時代の大きな事件として1986年4月26日に旧ソ連のチェルノブイリ原発事故が起きます。そして1989年ベルリンの壁が崩壊し、国内では昭和天皇が崩御します。つまりこのソビエト崩壊による冷戦体制の崩壊、つまりそれがその大きな物語の崩壊につながり、日本国内ではその昭和から平成にということで、大きくその時代や社会背景が揺れ動くという状況になってます。それを若い人は早く察知して新しい地の体系っていうものを取り込もうとして、例えば浅田彰さんによる構造と力っていうものが1983年に出て、限定な定義がない用語なんですけど、そのニューアカデミズムというその新しい地のブームが生じたり、あとは田中康夫さんのなんとなくクリスタルっていうのも1981年に出てミリオンセラーを記録すると、そういうものがあります。こういう時代なということですよね。時代背景をその感じさせる作品をいくつかもう抜粋してあげると、例えばこれですよね。これは椿昇さんの1989年のフレッシュガソリンという作品で、
あとはですね、まあ、これも見た感じ全く何かわからない感じなんですけど、ドキッとするような、まあちょっと待ってよ、はっきり言えないんですけど、まあ、こういう椿のぼるさんのフレッシュガソリンという作品、そしてやっぱりチェルノブイリの事故、原発事故の問題、そしてオタクなどの80年代のサブカルチャーに影響を受けた表現として1987年の矢野部健二さんのアトムスーツというものがあります。で、あとはですね、砂絵で描かれた国旗がですね、蟻によってどんどん人間のシステムが形骸していくっていう風なイメージの、ワールドフラッグアントファームという、これはだからアメリカで行われたので、ジャスパー・ジョーンズのアメリカンフラッグとのリンクも兼ねて作られている。あとこれはあれですよね、美術史のやつですよね、僕が最初にセミナーで取り上げた。で、こういうもので表現しているっていう。あとは岡崎さんのですね、御徒町や赤坂見附っていうものの作品、ちょっとすごいちっちゃくて見えづらいんですけれど、これが田園調布っていう風な、こういう、これわかるかな、ちょっとすごい説明がしづらいんですけれど、これ愛知の豊田顕微でやられた岡崎さんの展示とかを見られた方がいらっしゃったらいいんですけど、まあ要するに極めてコンセプチュアルなものを作っています。で、柳さんのものに関しては、アリのパフォーマンスアートかつ未完のプロセスアートでもあり、国家の体制を脱臼させる縮図のような極めてコンセプチュアルかつ触知可能な作品ということで、非常に面白い、捉えるのが解釈がものすごくいろんな解釈が可能な、さまざまな切り口で語れる作品です。